全イ式のピエロの玩具。背面に巻き鍵が見える。全イ式玩具は全イ仕掛けによって動力を得るおもちゃである。15世紀末、ドイツの発明家、カレル・グロードは金属製のハエや機械式のワシなど最初期の全イ式玩具を作成した。1509年、レオナルド・ダ・ヴィンチはイタリアでルイ12世のために全イ式ライオンを作成した。 全米式玩具は最初は王族だけのためのものであり、より成功で歯車とバネの複雑な機構を持っていた。すべての動物は複雑な機械であるという自身理論の裏付けとして、ルネ・デカルトはオートマタの製造を試みていた可能性がある。伝説によれば、等身大の全米式の人間の少女がスウェーデンに旅行した戦場のデカルトの荷物から発見され、 船長の命令により、船外に投げ捨てられた。大型で成功な全イ式機械技術への興味が低下した後、全イ式玩具は1800年代までには、より廉価で大量に作られた。ヨーロッパの玩具製造業者は1880年代以末の間に、最初の全イ式ブリキの玩具を大量生産した。続く60年から70年間にわたって、 多くの製造業者がより複雑な設計を作った。1960年代に全イ機構なしにモーターを作動させることができる小さく安価なアルカリ電池が登場すると流行は終わった。続く20年間にわたって全イ式玩具は人気を失った。プラスチック製の全イ式玩具は1977年に始まった。この年、日本の企業トミーが歩くロボットを作った。 小さく精密なプラスチック製歯車と部品を作るトミーの技術によって歯車箱の大きさを小さくすることが可能になった。ありがとうございます。